必殺シリーズをはじめ、多くの時代劇で活躍していた鮎川泉さん。すでに女優業を引退していますが、今はどのように過ごしているのでしょうか。今回は鮎川さんの現在に迫っていきましょう。鮎川泉さんは、1951年3月8日生まれということで、現在70歳ですね。1967年、映画、また会う日まで恋人の泉に出演し、芸能界入り。1968年にはミス宝くじ幸運の女神のメンバーとなって活躍。当初は鮎川泉という芸名だった。デビュー作となった映画を制作した松竹のスタッフに、鮎川は良い画数だからと勧められ、これに恋人の泉の泉を泉として合わせた。その後、占い師から泉だと総画数が良くないと言われ、でも今更名前は変えたくないという思いもあったことで、1980年に泉から泉に芸名を改め、朝日放送の金曜日の看板番組として長らく親しまれた。必殺シリーズ、ザ・ハングマンシリーズをはじめ、テレビドラマを中心に活躍。1982年に放送された必殺仕事人サンヌでは、テーマソング、冬の花も歌い日本優先大賞新人賞を受賞した。冬の花は20万枚近い売り上げを記録した。2022年、今現在の職業についてウィキで調べてみたら、実業家となっていました。芸能界を引退後、広告代理店を経営していたそうです。具体的な会社名は、有限会社ソフィアコンサルタントというそうです。この名前でググってみたのですが、公式 HP は見つからず、現在も経営されているのかどうかはわかりませんでした。2004年より化粧品リッチラメラを立ち上げたそうなので、広告代理店の仕事はしていないのかもしれませんね。現在は化粧品の開発、販売、美容院エステティックサロン経営など、女性の美容を手助けするお仕事をしているみたいですね。70歳ということで体力的なこともありますし、未だ現役バリバリで働いているのかどうかは不明ですが、実業家として成功しているようですし、すごいことですね。夫の情報、怪我と事故の詳細、ドラマ大岡越前の交番について見ていきます。合わせて運営する化粧品会社についても確認します。鮎川さんの現在について見ていきましょう。1992年、事故に遭った鮎川さんは足を骨折して入院。その後、芸能界を引退したため、多くの人は怪我が原因で再起不能になってしまったと考えたでしょう。鮎川さんの現在について見ていきましょう。1992年、事故に遭った鮎川さんは足を骨折して入院。その後、芸能界を引退したため、多くの人は怪我が原因で再起不能になってしまったと考えたでしょう。事故後、復帰することなく引退したということで、この事故が原因で引退したのではとも言われていたようです。しかし、鮎川泉さん本人の言葉によると、自分は芝居が下手だって気持ちがどこかにあって、芸能界には向かないと思い、決心をした。と話していて、事故とは関係なく、自分には向かないと思い、芸能界の引退を決意したそうです。怪我をして入院している時に、いろいろ考えて、その上で決断したんでしょうね。芸能界はいろいろ闇とかあったり、中に入ってみないとわからないドロドロしたものとかもありそうなので、苦労もあったのではないでしょうか。鮎川さんは引退後、広告代理店を経営し始め、実業家として活動します。その後は結婚し、今でも夫婦生活を営みながら、実業界でも活躍しているようです。お芝居よりもビジネスの方に適性があったようですね。大きな病気や事故の後遺症などの情報はないため、健康に暮らせているのでしょう。では以下から具体的に結婚や事故、
実業家としての活動などについて見ていきます。鮎川さんは広告代理店の経営者だった1995年、野村総合研究所の元専務、玉尾豊光さんと結婚しました。ビジネスの世界で高い手腕を振るっている者同士、意気投合したのかもしれませんね。この時の結婚は彼女にとって再婚でしたが、初婚相手の詳細は不明です。初婚時はまだ女優として活動していたはずですが、相手は一般男性だったのでしょう。再婚相手で現在の夫である玉尾さんについても、特に詳しい情報はありません。また再婚時、すでに鮎川さんは40代だったため、子供はいないでしょう。初婚相手との子供についても情報がないことから、家庭より仕事を優先させて子供を作らなかったのかもしれませんね。では鮎川さんの怪我と事故について詳しく見ていきましょう。1992年、鮎川さんはドラマ大岡越前で準レギュラーとして活躍していました。しかし何らかの事故に遭ってしまい、3ヶ月の入院生活を送ります。事故の詳細は公表されていません。そのためネット上にはドラマ撮影中の事故という意見とプライベートでの事故という意見の両方が見られました。ただ撮影中の事故だった場合、目撃者の証言が一切ないのは不自然なため、プライベートでの事故だったのではないでしょうか。また彼女以外に怪我人がいないため、一人で車を運転していた際に壁へ激突するなどの単独での事故だったのでしょう。鮎川さんは足を骨折した結果、大岡越前の降板を余儀なくされ、その後突如引退しました。引退のきっかけは、やはり事故による負傷でしょう。彼女は入院中に自身の女優人生について思いを巡らせたはず。彼女の演技は決して下手ではありませんでした。しかし、下手だと自身が感じていたのであれば、それまで女優業への違和感を抱えながら、無理やり仕事を続けてきたのでしょう。そして事故をきっかけに、やはりこの道ではない、と強く感じ、引退を決意したのかもしれません。結果的には実業家として活躍し、良き伴侶とも巡り会えたため、決断は間違っていなかったと言えますね。鮎川さんは2004年、化粧品会社リッチラメラを設立し、現在までプロデュースを続けてきました。同社は公式サイトを運営しながら、化粧品の通信販売を行っています。鮎川さんが化粧品のプロデュースを始めた理由は、女優時代の苦労によるものでした。強いライトと濃い化粧が原因で、引退後も肌のトラブルに苦しんでいたのです。そこで、美肌を目指そうと一念発起、エステティシャンや美容師の資格を取得し、製造会社と提携しながら化粧品を作り始めます。こうしてリッチラメラの化粧品を完成させ、化粧品会社の社長となったのです。リッチラメラでは、アワビエキスとメカブ成分を配合した化粧水、マリングラスをはじめ、美肌に効果的な化粧品を多数販売。鮎川さんはかつての自分と同じく、肌トラブルに悩む人々に寄り添う化粧品を売り出し続けてきたのです。化粧品会社の社長として、今では女優時代以上に、充実した日々を送っているようですね。今後も末永く鮎川さんが実業家として活躍し、会社が発展していくことを願っています。鮎川泉さんは、必殺仕事人で藤田誠さんと共演していましたが、結構厳しいことを言われていたそうです。あんた、演技下手やな。番組に出るのやめたら。というような、辛辣なことも言われていたみたいですね。しかし、これは役をもらった当初のことで、その後、鮎川泉さんは試行錯誤して何でもやのかよ、というキャラを確立していったそうです。そして、その鮎川泉さんが作り出したかよというキャラについて、藤田誠さんは、
独特な役を作り出したね、と高く評価したそうです。ということなので、特に関係が悪かったとかはないみたいですね。お二人については、噂では不倫関係にあったのではないか、とも言われているようです。半同棲をしているなんて言われていたこともあるようです。実際のところはわかりませんが、共演することで、親密になることはあるでしょうし、そういうこともあったのかもしれませんね。藤田誠さんが亡くなる前には、藤田誠さん家族と食事などもしていたそうですし、関係は非常に良かったみたいですよ。今は時代的に男性が不倫したりすると、ボロクソに叩かれたりしますが、昔は男性の不倫は、芸の肥やしみたいな許容されやすかったのかもしれませんね。以上、今回は鮎川泉さんについて、いろいろ調べてみました。鮎川泉さんは芸能界は完全に引退したそうですが、必殺仕事人の取材などには応じているようですし、また、いつかメディアに出てくれるとファンの方も喜びそうですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。